目玉親子のニュースウォッチング。今回は新年度も始まってきたということで、4月から結構変わったことが日本の中でいろいろ制度とかあるので、それについてまとめていけたらなと思います。まあ、我々東京にいるんですけど、結構都心で働いてると、上にね、低いところ飛行機が飛んで羽田に向かってて、でびっくりするんだけど、騒音も結構すごいんだよ。その低空飛行が始まったって。低空飛行が始まった、それで世界のパイロット組合がちょっと申し入れをして、実は結構急降下しなきゃいけないんだって、まあそれは横田空域っていうね、米軍の空域があって、そこに民間の飛行機入っちゃいけないから、その空域を避けるために本当はもっと手前からこう侵入したいんだけど、その空域があるから急降下しないといけないっていう、まあそういう事情があるんだけど、もっと大きなところで言うと、法制度とかいろいろ法律もね、4月から施行されることが多くて、民法っていうのは100年20年ぶりに改正されて、でいろいろね、賃貸を借りるときに保証人になりづらくなったり、変化がありました。まあ、あと働き方改革、っていうのも始まって、まあ同一労働同一賃金っていうのは原則的にやらなきゃいけないんだけども、それがどこまで実施されるかはこれからちょっとね、注目していかなきゃいけないんだけど、なんかちょっと定義も曖昧というか、いろんな抜け道があるんじゃないかっていうことになってて、まあ、建前はね、そうなのかもしれないけど、結構まあ日本の企業って特になんだけど、やっぱり正社員と派遣社員の給料の格差がすごい大きいとか、二重構造みたいなのがいろんなところにあるのね。だからそれをやめるっていうのが、まあ、世界の潮流だし、日本も、遅ればせながらそこについていこうとしてる。だってこれから派遣とかめちゃくちゃ増えそうだしね。その派遣の人をフリーランスとして個人事業者っていう位置づけにすると、それは同一賃金じゃなくてもいいとか、そういう抜け道があるらしいのね。あ、そうなの。そういう抜け道を作っておくっていうのもね、結構特徴だよね、法律とか、ね、あとはね、健康増進法が改正されて、飲食店が喫煙不可、禁煙になってね、完全に、なんか中にあるとしたら分煙スペースみたいに、なんか独立させてみたいな、なんか結構喫茶店とか、結構きついらしくて、わざわざそういうとスペースを作るたお店とか、作ってるお店とか、やっぱそういう費用もかかるし、ね、だから小さいとことかね、できないよね。結構喫煙者にとっては肩身狭いなっていう感じになるよね。でもこれも結構世界的にはどんどん進んでたんだよね。いや、日本はすごく遅れてた。やっぱり日本の政治家って結構老人ばっかりで、昭和の老人が大体日本の方針を決めてるから、喫煙者も多いし考えも古いし、だから日本っていつもね、社会がね、どんどん遅れちゃうんだよね。病院からね、保健所に申請をするのにファックスだけで受け付けてるっていうと。やばいつの時代ですか。いや、なんかね、外国から日本にね、人が来て、でファックス見て何ですかこれっていう人がいるらしい。それぐらい外国ではもうファックスなんて使ってないの。なんかあれだよね、昔道具みたいな、なんかやつに飾られてるレベルだよね。だけどね、本当に田舎の役所とかね、まあ、お父さんなんか取材の申請とか出すときに、ファックスのみで受付ですとかってまだ結構あるんだよね。から他はエネルギー関係で、まあ発送電分離って聞いたことあるかな。発送電、発電と送電っていうのがあって、送電っていうのは
まあ、例えばね、どっかの発電所で電気を作って各家庭まで届けるじゃん、うん、で水力発電とかすごい山の中にあるし、原発も遠くにあるし、うん、それを電線で届けるのが、うん、送電っていうんだけれども、うん、それを一つの会社で、例えば東電だったら東電がその両方を握ってたからすごい弊害が多くて、うん、小さい電力会社とかが参入できないのね、うん、自然再生可能エネルギーで発電してもそれを届けることができなかった、うん、でそれの会社を分離することによってもっと自由な市場にしようっていうことなんだけど、うん、まあこれもどこまでちゃんとね実施されるか、抜け道があるか、まあでもいい、まあちょっと良くなるといいね。いやこれはね、うん、非常に大事なの、うん、これからの日本のエネルギー政策にとって、うん、どういうエネルギーを使っていくかっていうことにとってとても大きなこう分かれ道なんだよね、うん、あとは前にね種子法を廃止するっていう話をしたんだけれども、それによって、日本の固有種っていうのをこう守ってきたんだけど、それが守れなくなってしまうっていう、もう今さ流通とかも世界的にどうなるか分かんなくてさ、農業とかそれこそ守んなきゃいけないのに何してんのっていう、誰がそういうことした、ね、その種子法を廃止しただけじゃなくて、それプラス種苗法っていうのを改正して、それをまあ4月から、それは法律を審議するっていう段階に入るんだけれども、その種苗法が改正されるとどうなるかっていうと、例えば農家の人が自分でね、例えばキュウリを作ってキュウリの種を、ね、自分で取って、でまた来シーズンこの種を使おうっていうことが禁止されるの。いや意味わからん。それをやったらものすごい罰金払わなきゃいけないの、うん、だからそのっていうか、それを禁止するメリットはあるの？自家採取っていうんだけど、うん、その種をまたね採取して使うって、うん、だから昔は農家はみんなそれをやってたわけ。それで、まあ、それだけ専門にやる会社なんかが、うん、種会社なんかまああるけれども、うん、結局それをできなくしてするっていうことは全て買わなきゃいけないじゃん、うん、じゃあ全て買わなきゃいけないっていうのをどっから買うかっていうと、種会社で、種会社はどういう会社かっていうと、多国籍外国企業がどんどん進出して、でそこに特許をどんどん取っちゃってる。だから本当に逆のことをすべきだよね、むしろ。種の値段が10倍になったとか平気で起こってるんだよね、うん、だからさ、むしろさ、日本独自でやりましょうくらいのさ、ことしてもいいのに、逆のことしてってちょっと意味わかんない。まあ、種とかね、米なんかそうだけど、うん、本当に種って文化の一つだから、日本がその美味しいお米をね開発して育てて、ずっとそれって長い時間がかかるわけ。だからそういうのがもう破壊されちゃうんだよね。でもさ、どうだろう、なんかちゃんとした人がいるさ、県とか、知事がいる県とかでさ、そういうの反対してくれそうだけどね。なんか現場の声っていうのは、うん、もう大反対なの、うん、で農業で食べている県とかもう死活問題になっちゃうじゃん、うん、その種の値段がね、うん、高騰して、しかも外国の会社から買わなきゃいけなくて、しかもその買った種っていうのは、F1 って言って、うん、それを植えてまたね実がなって種ができても、その種は発芽しないという、だから1代で死んでしまう、2代目ができないのを F1 って言うんだけど、うん、そういう品種がほとんどなの。もうどっかの県がさ独立してさもうしたらそこ行くわって感じ本当に。で今ね、
その種苗法が改正されて、うん、自家採取っていうんだけど種を取るの、うん、自家採取は禁じられようとしてる。ただそれがね、農業権、いくつかの農業権が条例を作って、うん、それを認めるっていう、ね、自家採取を認めるっていうような条例を作って、その国の法律にも対抗してる県がいくつか出てきてるんだよね。あ、いいね、うん、っていうかそれはさ、どういう建前で進めようとしてんの、その国は、うん、多国籍企業とかのね、うん、まあ半分言いなりになってるところがあるし、うん、日本の大企業って言っても、結構外国資本が半分ぐらい入ってる会社がいっぱいあるわけ。いや、ていうかそうじゃなくて、どういうメリットがあるって言ってんの。メリットがあるのは、日本に進出しようとしている多国籍企業にとってのメリット。日本人にそんなに…でもとは言わないでしょ。うん、だからなんて言ってその法律を進めようとしてんのかってこと。健全な自由競争ができるようにして、民間の取引をね、活性化させるようにっていうのが、まあ建前。それはまあ新自由主義って言うんだけれども、全然納得いかないんだけど、うん、でもそうや、そういうことをずっとやってきて、でどんどん日本に外国の企業がね入ってきて、でそれをまあ自由化だという建前でどんどんそれが進んできた。まあ今のねコロナ騒動と経済危機みたいなんで、そこにまあ歯止めがかかるかどうか、そこはあのかかってほしい。うん、いやめっちゃ悲しいもん。その水道が民営化されて、もうそれは法律通ってるんだけど、あの自治体が水道をこう今各自治体が運営したんだけど、それを外国のね、水道会社なんかにその売り渡して、あとその運営をするようにっていうことをやってんだけど、それも日本人にとってメリットがほぼないの。なんか、農業とかさ、うん、一番守らなきゃいけない部分だから、うん、本当にそこは守りたいよね。で、やっぱそのこと知らない人とかも多いかもしれないし、まあ、そういうことが起きてるっていう、これすっごい大事な問題だっていう意識をしてほしいかな。あの動画的にも種子法のやつちょっと再生回数少なめなんだけど、ね、本当はめっちゃ大事じゃん。難しいからね、なんかなんとなくね。本当はめちゃくちゃ大事だよ。遠い話に感じるし、なのでちょっと深刻に皆さんも思っていただけたらなと思います。そうだね。はい。したら4月からまたそういうふうに良くも悪くもいろいろ変わっていくと思うんですけど、まあ、注意して見とかないと、うん、ね、あらぬ方向に世の中が進んでしまうんで気をつけましょう。はい。ではご視聴ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。